妻が突然離婚したいと言い始めた。離婚してほしいの、できるだけ早く。特に大きな喧嘩もなく仲良く過ごしていたつもりだったのだが、実は好きな人がいるという衝撃的だった。相手は某地元企業の社長さんで、なんと俺と結婚する前からの付き合いだとか。本当は結婚したかったんだけど、許嫁がいたから。でも離婚したらしくて、昨日プロポーズされたの。慰謝料は許嫁で払うし、財産分与はいらない。社長という後ろ盾があるからか、妻は強気だ。だが、養育費はいらないけど、娘は連れてくわ。子供がいると、あなたも再婚しにくいだろうし。冗談じゃない。一気にスイッチが入った。どうして不倫して去っていく妻に、娘まで奪われなきゃいけないんだ。ところが、嫁は娘に事情を話し、すでに娘と相手を引き合わせたらしい。積極的に話してたわよ、あの子。娘があちらに行きたいと言えば、俺には止める術がない。足元が一気に崩れていくような気がした。ところが、翌日、手紙？うわ、髪の毛？娘からの手紙だった。私、パパの子じゃないかも。DNA 鑑定してみて。真男の自分に対する態度がおかしい。まるで生き別れた娘と接するような雰囲気だ。ママは何か隠している。娘は自分の出生に疑問を感じたらしい。そしてその勘通り、娘は俺の子ではなかった。おいおい、マジかこれは。後日、本当に申し訳ないと思っています、慰謝料はこちらに用意しましたので。真男を交えての話し合いの日、真男は始終ペコペコしていた。断る理由もないので、相場の数倍であろう慰謝料も遠慮なくいただいたところで本題に入る。真剣についてですが、私はこっちに残るから。え？途端に真男と妻があたふたし始めた。でも、ママについてくれって。言ってないよ。お金の苦労はさせないよ。今もしてませんけど。いいから来なさい。どうせその人はパパじゃないんだから。妻はしまったという顔をしたが。知ってるよ。でも、私のパパ、その人でもないよね。そう。DNA 鑑定で分かったことは、俺の子供じゃないということだけではなく、真男の子供でもないという事実だったのだ。おじさんのスーツについてた髪の毛で鑑定したからね。そんな。そこからは真男と嫁の修羅場だった。話を聞くに、どうやら社長との再婚は娘ありきの話だったらしい。前の奥さんとの間には子供がおらず、妻はもう子供ができないからだ。離婚届は妻の希望通りに提出してきた。財産分与も放棄してくれたし、慰謝料はたっぷりもらったし。俺はもう他人だから、あの二人がどうなろうと知ったこっちゃない。この騒動で一番被害を被ったのは、自分の父親さえわからない娘だ。パパの娘でいてもいい？不安そうに聞いてきた娘の顔が今でも忘れられない。パパの家族はお前だけだからな。嫁に行くまで頼むよ。任せて。懐かしいな。その娘は来年の春に結婚する予定だ。